ペットボトルやレジ袋、私たちの身の回りにあふれているプラスチック製品。近年このプラスチックが海に流出して生態系や地球に深刻な影響を与えることから、石油由来の使い捨てプラスチックを減らすことが求められています。そんな脱プラスチックの実現のため、代替資源の一つとして注目を集めているのが竹です。これは竹から作ったストロー、竹ストロー。竹ストローは紙製のストローと違い、何度も繰り返して使用できることから注目を浴びています。そんな竹ストローを作って SDGs の活動をするグループが北九州市小倉南区にいます。それが北九州市立大学の地域活動グループ、もったいないプロジェクトです。北九州市立大学では地域貢献活動を目的に、学生と地域をつなぐ北九州市立大学地域共生教育センター、通称421ラボが設置されています。そんな421ラボ内では現在19のプロジェクトが活動していて、もったいないプロジェクトは昨年4月に発足しました。もったいないプロジェクトは SDGs の達成目標に含まれている作る責任、使う責任に焦点を当てた活動をしています。もったいないプロジェクトは、学内に潜むもったいないものや空間を自分たちで見つけ出し、持続的に有効活用するための方法を考え実践する活動を行っております。構成メンバーは1年生10人、2年生1人、3年生1人、4年生4人の計16人で活動しています。昨年の春から活動を開始し、教室の消灯活動や放置傘の管理、プラスチックのお弁当容器の回収活動を行っています。もったいないプロジェクトは、プラスチックの環境問題を知ってもらおうと竹ワークショップの活動をしています。8月25日、北九州市立大学で竹ワークショップが開催されました。使用した竹は北九州市小倉南区の大間地区の竹。竹の子の産地として知られる大間地区は、近年放置竹林が課題となっていて、放置竹林問題にも興味を持ってもらおうという思いも込められています。竹は直径およそ2センチの竹を使用します。解体ストローの長さに合わせて切っていきます。無事に切れました。 OK、 上手。切った竹を米の研ぎ汁で煮沸して乾燥させます。製作開始から2時間半、竹ストローの完成です。もったいないをなくすために、当たり前のことですが、ペットボトルやビニール袋ではなくマイボトルやマイバッグを持参するなど、日頃からプラスチックを使わない意識を持つことが大切だと思います。日本のプラスチックごみ排出量はおよそ850万トンで、一人当たりの使い捨てプラスチックごみの量は世界2位。プラスチックごみを減らすことが環境を守り、 SDGs につながっていきます。